俺の名前はナオト。妊娠8ヶ月に入った妻のアールナと同棲中だ。ある日仕事から帰ると、部屋からアールナと男の声が聞こえてきた。アールナ、好きだ。私もよ、大好き。イチャついているアールナの相手に見覚えがあり、アールナが妊娠前にバイトで働いていたカフェの店長、A山だった。妊娠中だったので、俺とは行為をしないようにしていたから、言葉が出ないほどの衝撃を受け、そのままキビスを返して家を去ってしまった。気持ちを落ち着かせるために近所のホテルに泊まることにした。数時間後に普段のような素振りでアールナから LINE が来た。まだ仕事終わらないの？ご飯作ってあるけど。ごめん、急に出張になった。一週間くらい帰れないかな。そうだったんだ。大変そうだけど頑張って。そして一週間が経ち、家に帰ることにしたのだが、真正面から入れる気がしなくて、そっと物音を立てないように扉を開けて帰宅した。アールナは俺が帰ってきたことに気づいておらず、誰かと電話している声が聞こえてきた。そうね、もう出張から帰ってこなくてもいいのに。ま、ナオトは歩く ATM みたいなもんだから。なんとなく電話の向こうに A 山がいるんだろうなと勘が働いた。ケラケラと談笑しながら俺を財布呼ばわりするアールナに、もう愛を向けられる自信がなかった。子供の話題を振られても全く聞く姿勢になれず。今日検診に行ったんだけどね、赤ちゃんのエコー写真もらったの。お医者さんが男の子だって教えてくれたよ。楽しみね。とアールナに言われても空返事をするだけだった。ふと本当に自分の子供なんだろうかと疑問に感じた。妊娠中にも行為をしていた A 山の子供かもしれない。俺はその日の晩に子供の DNA 鑑定について調べた。誰の子供かわからないままなんてもやもやして落ち着かなかったから、俺はやる気が出てきて張り切ってネットや図書館で調べ物をした。その間に更新所へ調査依頼をして、アールナと A 山との関係について調べてもらった。そしてすぐに調査結果が出て、二人の関係が分かった。二人は俺と出会う前から交際していたらしい。 A 山は長身で身なりが整っていたが、カフェの経営状況はあまり良くなかったそうだ。アールナは本当に俺を稼ぎ頭としか思っていなかったみたいだ。そして2ヶ月後にアールナが赤ちゃんを出産した。可愛いでしょ。目元なんてあなたにそっくり。そうだね。とっさにそう返してしまったけど、全く似ていなかった。赤ちゃんは連れ目がちの俺とは真反対の垂れ目をしていて、鼻や口元も俺と似ていなかった。俺は生まれたばかりの赤ちゃんから唾液を採取して、こっそりと取り寄せていた DNA 鑑定キットを使って業者に郵送した。もうアールナへの気持ちがなくなっていた俺は、検査結果が待ち遠しくてたまらなかった。およそ1週間後に鑑定結果が届いた。そして俺の子供ではないことが判明した。俺は産婦人科に入院中のアールナの元へ向かい、離婚を切り出すことにした。突然だけど、離婚してほしい。え？なんで？子供が生まれたばかりじゃない。いや、お前 A 山と不倫してるじゃん。証拠もあるよ。俺は更新所からもらった写真を見せた。 DNA 鑑定の件は最終手段として取っておくために言わないでおいた。バレたことに驚いているアールナを放って、俺は病院を出て行った。3日経ったある日、今度は A 山が自宅を訪問してきた。本当にすいませんでした。今さら謝りに来られてもね。アールナは本命なの？いや、俺妻と娘がいるんで、まあ遊びですね。あんたって遊びで人の家庭をめちゃくちゃにするんだ。じゃあ
俺もお前の家庭をめちゃくちゃにしてやるよ。そう言い捨てた俺は、A 山を無理やり押して家から追い出した。そして A 山の奥さんに手紙を送った。 A 山のカフェは自宅と併設されていたので、住所は容易に特定できた。アルナが書いたという体で手紙を書き、家で不貞行為をしていた内容をこと細かく綴ってやった。そして、また会いたいという追伸も加えて投函した。A 山家でどういうやりとりがあったのかは知る由もないが、家族会議は必死だろう。翌日、俺は A 山のカフェに入店した。店長の A 山は俺を見つけると、指を指して駆け寄った。あ、お前、昨日届いた手紙、お前が書いただろ。おい、俺は客人だぞ。ちゃんと接客しろ。カフェの手伝いをしていた A 山の娘のエスコが、こちらの様子を見た。まだ、何の話をしているのか知らないような、足早に駆け寄ってきて、自らの父をいさめた。ちょっとお父さん、お客さんを丁寧に案内してあげなよ。俺は赤ちゃんの写真をエスコの足元にわざと落とし、そ知らぬ顔でエスコに拾ってもらった。あ、拾いますよ。お子さんのお写真ですか？そうなんですよ。この間生まれたばっかりなんです。へえ、かわいいですね。お母さんにですか？いや、それが私にも妻にもあまり似てないんですよね。一体誰に似てるんだか。え、私に言われましても。エスコ、俺が対応するから奥で休んでいなさい。エスコを半ば無理やり店外へ追いやったエイヤマが慌てた様子で俺に抗議をした。勘弁してくださいよ。今、手紙の件で家庭が大変で。へえ、あ、そう。くっそ、覚えてろよ。吐き捨てられたものの、俺はすっきりとした気分だった。そして一週間後に、なぜか A 山の奥さんが俺の家を訪ねた。あなた、うちの夫に何か文句があるようじゃない？俺は何も言っていませんが。とぼけても無駄よ。あなたの奥さんからも聞いていますから。激高する奥さんをなだめて、家に上がらせた。奥さんが言うには昨日、A 山とアールナが奥さんに謝罪をしにやってきたのだそうだ。夫が変な手紙を出してしまって、申し訳ありません。私が浮気していると思い込み、手紙を出してしまったようで。そうなんだ。俺らには関係ないから、そう気を落とすことないよ。俺は、そんな作戦に出ているとは知らなかったが、こちらにも最終手段が残っているので、哀れだなぁと思った。奥さん、彼らの話は嘘なんです。二人は浮気しています。あなたこそ嘘をつかないでくださいよ。うちの夫が浮気なんてするはずないじゃない。わかりました。では証拠を持ってきますので、ちょっと待っててください。え、証拠？証拠があるんですか？俺は、アールナとエイヤマがホテルに入っていくところの写真と、生まれた子供の DNA 鑑定の結果判定と、アールナ以外の浮気相手はいないという更新所の調査を伝えた。あの嘘つきめ、本当は浮気してたじゃないの。手紙を送ったのは本当です。すいません。エイヤマさんに仕返ししたいあまりに、奥さんまで巻き込んでしまいました。いえ、こちらこそ急に怒っちゃってごめんなさいね。あの男、絶対許さない。ご相談なのですが、私も仕返しをさせてもらえませんでしょうか？奥さんが良ければ構いませんよ。そうと決まれば、娘にも教えないとね。あの子が一番この話を嫌がっていましたから。ああ、わかりました。勝手に仲間が増えていくなと思いながらも、A 山の奥さんと娘さんと協力して仕返しの計画を練ることになった。そして3日後に俺と A 山の奥さんと娘のエスコの3人で話し合った。
今の時間は旦那さんはいつも何をされているんですか？いつもは買い出しに行ってるんです。だいたい2時間はかかりますかね。じゃあちょうどいいタイミングですね。始めましょう。私も準備できた。始めよう。栄山が買い出しに向かったタイミングで早速実行に移した。帰ってきた頃にはカフェの前に人だかりができており、栄山は不思議そうに眺めていた。あれ、珍しいな。うちの店の前に行列ができているなんて。お待たせしてすいません。今開けますので。うーわ、あいつが来た。逃げろ。栄山が客の前に現れると一目散に店から離れていってしまった。俺と栄山の奥さんとエスコが店内から登場し、あんた何を言ってるの？こんなまずいコーヒーを出す店に行列ができるわけないじゃない。店の前に浮気の写真を貼っておいたのよ。私たちがやりました。というわけだから、栄山、アールナが来たら話をしないか。栄山が立ちすくんでいるとアールナもやってきたので、空いたカフェの一角で話し合いを始めた。お前らこんなことをしてどうなるか分かってんのか？そうよ、あなたたちだっていろいろ言われるかもしれないですよ。私は実家に戻りますから大丈夫です。私は県外に進学するつもりだし、授業日数も足りてるから学校に行く必要もないよ。だから卒業式までおばあちゃんのところに住まわせてもらう。というわけでみんなそれぞれの道を歩むことになる。子供は栄山にでもしてもらったらいい。そんな、困るよ。こんなお客さんの少ないお店の妻なんて。本当に愛しているのはあなただけなの、信じて。今さらそんなことを言っても無駄だ。お前とは縁を切る。俺はアールナと離婚し、アールナに財産分与を放棄させた。そして500万円の慰謝料を請求した。栄山の奥さんもアールナに200万円を請求し、栄山にも慰謝料の請求が行われた。二人合わせると1200万円の支払い義務が起こったそうだ。アールナと栄山は結婚してカフェの経営を続けたらしいが、浮気の噂が後を絶たず客足が遠のき、ほどなくして潰れてしまったらしい。俺は怪文書を送ってしまったことへの申し訳なさもあり、栄山の奥さんとエスコとたびたび会って、いろいろと手を貸しているうちに仲良くなった。ナオトさん、バイト先の先輩紹介しよっか？美人で可愛いんだよ。こら、ナオトさんにも事情があるでしょ。ごめんなさいね。最近大学が楽しいみたいで、この子浮かれちゃってて。いえ、むしろ嬉しいですよ。エスコさん、紹介してくれませんか？その後、俺がエスコから紹介された女性と交際できたかどうかは、また別のお話である。